ビットブロック転送は、コンピュータグラフィックスにおける画像データ操作及びそれに関連するハードウェア機能の一つである。ビットブロック転送の操作には少なくとも二つのビットマップを必要とし、転送の際にビット単位の論理演算を伴うこともある。ビットブルトと略されるが、これをデバイスドライバやゲームの設定ファイルなどでビットビットと表現してしまう間違いも多く見られる。 CPU からベレムに対する直接アクセスは CRTC からのアクセスの干渉などハードウェア的な制約が多いためメインメモリに対するアクセスよりも低速であることが多い。このため画像操作の度にベレムにアクセスを行うことは描画速度を低下させるばかりか描画途中で画面のフレームが切り替わってしまう状況を生じやすくちらつきティアリング 各月を発生させる原因となる。これらの問題の解決方法の一つとして、モニターに表示するための表画面となる画像データ領域をベレムに、そして裏画面となる同サイズのデータ領域をメインメモリに確保しておき、画像操作は裏画面にて行い、最終的に裏画面のデータを表画面に一括転送するというダブルバッファリング手法がある。 この転送時にビットブロック転送が利用される。Windows API におけるビットブルト関数のように、グラフィックスデバイスによるハードウェアアクセラレーション機能を備えるものもある。CPU の代わりにドマコントローラーを用いてメインメモリからベレムにビットマップを転送するアーキテクチャも存在する。マッキントッシュではオフスクリーン描画と呼ぶのが普通で。 ビットブロックトランスファーやビットブルトという語句は滅多に出てこない。ダブルバッファリングの裏画面用に確保したメモリ領域はオフスクリーン、オフスクリーンバッファーあるいはバックバッファーと呼ぶ。またわかりやすく仮想画面と呼ぶこともある。ダイレクト 3D やオパングルなどのグラフィックスハードウェアアクセラレーションに対応した API を利用して GPU 上で画像処理を行う場合は メインメモリを介することなく、ベレム上で直接画像データを高速に操作できるが、表画面に対する直接操作は依然として、ちらつきの問題を生じるため、ベレム上に裏画面を用意しておき、フリップ機能を用いてダブルバッファーリングを行うのが通例である。同様に、メインメモリの一部をベレムとして GPU と共用するオンボードグラフィックスなどの環境であっても、 ダブルバッファリングが必要である。1970年代半ば頃、ビットブルトを活用して構築された暫定ダイナブック環境の GUI 当初は、パークで開発されたアルト向けに開発されたスモアルトックシステムでポップアップするメニューやオーバーラップするウィンドウを有する GUI の効率化を図るためにダインガルスラにより考案、実装されたものだが、 後にマイクロコード化され、アルトの組み込みの機能として、スモーアルトック以外の GUI システムでも広く利用されるようになった。スモーアルトックシステムでは、GUI ウィジェットの通常を描画の他にも、タートルグラフィックス、フォントの複数のスタイルの自動生成、あるいは描画ツールで、ドット単位の部分編集を可能にする拡大表示、図形の回転処理などを行う際などに活用された。 なお、1979年時点でのスモアルトックでは、隠れたウィンドウの見える部分だけの描画更新処理は行っていなかったのだが、おそらく前述マイクロコード化などのハードウェア支援も、手伝って比較的に高速に、ウィンドウ処理をこなすスモアルトックシステムのデモを見た、ビル・アトキンソンが思い込みで、不定形領域を対象にでき、しかもソフトウェアのみで、 部分的な再描画を行っているものと誤解。その認識のまま、後に、アップル製リザや、マッキントッシュで GUI 描画の中核を担う、リージョンの扱いと比較的高速な描画が可能な、クイックドローとして、ついに完成させてしまったという逸話がある。ありがとうございます。